こんにちは。このツールバッグなんですけども、いろいろとこう変化つけられましてね、今回は、ガソリンストーブスベア、ね、オプティマスのスベア1、ね、を、中心に使う前提で、組み替えてみました。一応ね、こっち側今いつもの水筒で、こっち側もね水筒と同じ袋を使ってね、これが結構一番よく入るのかな。ここに、まあ、種ほおずきと、予備燃料ね、これ330入るのかな、 MSR のボトルですけど、それと、まあ、あとお米と、ね、まあ、いつもの道具ですね。これをここにしまって、ガソリンストーブをメインに考えてみようと思ってます。はい、で一番ね中心になるところなんですけども、まあこれは缶詰類ですよね。缶詰類は、ご飯と缶詰あれば、まあ、食事ができるので、で、ガソリンストーブを使うんで、今回はファイアボックスを仕込んでません。その代わりに、メスティンとフライパンはこのタイプですね。ティファール。ティファールの、フライパンを仕込んであります。で、これが、そのティファールの取っ手かな。これでね、まあこういう感じで使います。これがティファールね。で、これはまあいつものメスティンです。で、これがいつもと違うのがガソリンストーブ仕様ということで、クッカーは若干ちっちゃめになります。私ね、こういうふうにね、何でもケース袋に入れてしまわないと、こう中で暴れて傷、お互いにねぶつかり合って傷がつくのが嫌なんですよね。で、この中に、オプティマスの、スベアが入ってます。で、今日やる実験は、先日ラーツでね、初めてこれを下ろした時に、風の吹く中ね、何もしないで、そのまま使ってガソリンの噴射の勢いで、さあ果たしてどこまで使えるかなってやってみたんですが、ボコ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 結局最後までね沸騰することなく、終わってしまいましたので、そのね、まあ、傾向と対策を考えて、ちょっと今日はねまたお家でやるんですけども、ラーメン作ってみようと思います。で、使うクッカーは、これね、多分 OEM じゃないかなと思うんだよね。モンベルのそっくり似たようなクッカーなんですけど、モンベルではありません。最初にね、モンベルと思って勘違いして買ったんですけど、モンベルじゃなくてね、中国製のバッタモンみたいな感じのなんですが、意外と使ってみるとね、そんな変じゃないんだよね。蓋もしっかりしているし、もしかしたら OEM かなっていう感じの、クッカーです。で、今日は、すぐそばでね、この一応まあ扇風機っていうかね、これで風を送って、この間の、屋外のね風とほぼ同じように再現してみて、
最高風速で、やってみようと思います。まずはね、プレヒートしなくちゃいけないんで、アルコールストーブの予備燃料の、アルコールを、スポイトとか持ってるとね、やっぱなくしそうなんでね。で、その代わりに、使ってみようと思ってます。これをね、待ってるのもまた一つなんですけどね。これで風をね、当ててみます。これが一番弱い風ね。最高火力、最高風力で今当ててます。でこれで鍋を乗せると、でここで、前回ね出したんですけど、エピガスが出してる14センチの高さの風防、これを使ってみます。どのぐらいの変化があるか。はい、乾燃焼してきましたんで、ここで風防があるなしの違いですね。風防がある状態ですと炎も安定してます。風防がないともうこういう状態、炎赤くなっちゃいますね。これではさすがに火力も落ちますし、お湯も沸かないかなと。でこれを起こすとね、たったこれだけ、たったこれだけなんですよね。さすがにね、扇風機一番最大でやってますんで、こんな風は普段ね、あんまりないと思うけど、でもこの間のちょうどバーナーもこんな感じでしたんで、これではやっぱお湯沸かないですね。工夫なんですけども、例えばね、これを地面に置いてやれば風防これさせますんでね、地面にこう刺してあげることができるんで、こうやってね刺せますんで、そう風防も安定しますよね。これを刺さないでやると、やっぱ風があるんで風防も一緒に風で動いちゃいますから、例えばねクリップでこう止めてあげるとかね、そういう方法でもいいかなと。さすがにでもねこの違い大きいですね。ないともうもろですもんね。わずかね2、3センチのね落差なんですけどね、鍋から2センチぐらい、上かぶってるような形なんですけども、これで安定します。鍋どかすと、どかしても大丈夫ですね。
では鍋をね、かけてみましょう。おお、沸騰してますね。棒ラーメンって結構ね好きなんですよね。こういうクッカーでは棒ラーメンが作りやすいかな。だからまあ食材に合わせてクッカーを選ぶ逆かな、クッカーに合わせて食材を選ぶのも必要ですね。2分してたな。このクッカーね、沸騰して蓋しててもね、こうやって止まってくれるからいいですよね。スノーピークのね、トレックコンボだと蓋落っこちるんだよね。あれが嫌でね、使わないんですよ、私。缶詰1個茹でてってだけで、お湯を沸かすでしょ？そうするとね、蓋がポコーンと落っこちるんですよ。まあ、上に物を置けばいいっちゃそれまでなんですけど、ね、わざわざね、ラーメン作るのに、上に物を置いてってしたくないんで、もういいかな。おぉ、ニンニクの香りがすげえ、これ。よし、火を止めます。もうつけても大丈夫かな。あっち、あ、これいけるな。いつき？え？いつき食品熊本もっこすラーメン。棒ラーメンってね、マルタイ食品が有名なんですけど、これもうまいですね。いつきの熊本もっこすラーメン。あー、これなんか紅生姜なんか入れたら最高かな。ネギと紅生姜と卵、あと海苔な。うん、その辺入れたら最高のラーメンになりそうだな。よし、今度はそれで豪華なラーメン作ってみようかな。うん、しっかりコシもあります。あー、このラーメンうまい。スベアもね、まあ、こんな風に風防つけてあげれば、何ら問題なくしっかり使えるってことがね、まあ分かったんですけど、風防をね持ち歩くこと自体が大変なんですよね。ただこの最低限の大きさで十分ってことが分かったんで、今後ね、スベアを持って歩くときには、この14センチタイプの、風防を持ち歩こうと思います。でね、この風防なんですけどね、そんなにガサバらないんですよね。この間もね、まあ、紹介したバッグなんですけど、ここにナノ入ってます。これはアルコールストーブのごとくで使うんで、でこいつをね袋にしまって、
で、ここにちょうど入るんで、風防邪魔になんないですね。今一番ね、風防を一番嫌いだったのがね、というかガサバって邪魔になるっていうこと。この大きさだったら、このサイドポケットに入りますんで、ガサバりません。これなら使えそうかな。予備燃料330ありますんで、タンクに120入れて、都合6時間から7時間は使える計算に、アルコールストーブを、タンク満タンにして 100cc に予備の燃料が 100cc で、だいたい30分1時間、それとあと固形燃料がまあ3つ入ってますんで、固形燃料が1個だいたい30分ですから、3つで1時間半、これだけの、火力がありますんで、だいたい調理ってね、ワンバーナーで調理するってね、結構大変なんですよね。やっぱり同時に調理してせーので、やっぱりあったかいうちに全部食べたいんで、となるとやっぱり最低でも2バーナー欲しいかなと。でそこでね、サブで使う火力としてアルコールストーブや固形燃料を使うように私の場合はしてます。今回はね、ファイアボックスの焚き火を一切やらないっていう前提で、考えてますんで、そのセットだったらこういう形っていうね、システムで組んでみました。このオプティマスね、使い方によっちゃこれ使えるよね。一番燃料も安いし、量も食わないし、安いんじゃないかな。ということで、よろしかったら試してみてください。以上です。それではまた。